い、皆さんこんにちは、伝説のリです。さあ、なんとですね、皆さん、緊急速報がございます。第5人格でね、そろそろ新ハンターが発表されるというふうにあったんですが、なんと本日新ハンターが発表されました。いやー、早かった。思ったよりも早かったですね。だって先日4周年のね、中国の方で公式生放送が行われたんですが、そこで発表されずなかったということは、まだね、準備ができてなかったのかなと思ったんですが、それから2日経ってもうすぐ発表されましたね。でですね、事前に出ていた情報では、2つの情報が出ていました。まず1点目が、新キャラクターはハンターであるということ。そして2つ目が、その新ハンターはアイデンティティシリーズではなくて、全くね、新しい普通の、通常キャラクターであるということです。アイデンティティシリーズっていうのは、ハンターがサバイバーになったり、サバイバーがハンターになったりする新しい、システムですね。でなくて普通のハンターという感じになります。はい、ではね、早速そちらの、画像の方を見ていきたいんですが、いや、これすごいですよ。では行きます。こちらが新しく登場する新ハンターとなっております。こちら、ドン！はい、こちら新ハンター初期官という名前の、ハンターが今後実装されます。いや、すごいですね、見た目が。もうインパクトがすごい。いや、これはすごいな。でね、まあ、大体ハンターって普通の通常の名前と、あと呼び名みたいな感じのがあると思うんですが、こちらのね、新ハンターのもう一つの呼び名が、コーガンという名前らしいです。はい。いや、すっごいインパクトですよね。いや、すっごいな。で、こちらは、女性ですかね。うん。まあ、体のこの感じを見ると女性な、ものとなっておりまして、いや、すごいね。本当にもうすごいに尽きる。結構ね、僕も自分の配信の方で、次のハンターなんかおデブちゃんみたいなハンター欲しいなって言ってたんですよ。そしたら来ましたね。おデブちゃん系統のハンターかな、これ。いやー、すごい。初めてですからね。結構大事個人格ってスリムなハンターが、ハンターとかキャラクターが多かったりするんで。いや、初めてですよ。これはいいね。どんな感じの攻撃とかしてくるんでしょうか。皆さんね、ぜひコメント欄の方で、そちらの方予想をね、教えていただけたら幸いです。まあ、現状出ている情報は、このキャラクターの見た目と、名前だけですんでね。いや、これは楽しみ。でね、こちら、公式さんが挙げた情報の中で、情報というかね、まあ、文章がこんな感じで、声を太り続けた復讐心を絶対的な完結者はイラクというふうに書いてあるんで、まあ実際の、まあおデブキャラって言ったらね、言い方悪いんですけど、まあそちらは合ってるみたいですね。この声太り続けた復讐心を使って、まあ攻撃とかしてくるのかな。いやー、楽しみだな。どんな感じなんだろうね。本当に楽しみ。で、手に持っているのが、杖みたいなもの持ってますね。だからこれ見る感じだと結構、射程範囲とかはね、長そうですよね。うん。で、左手に、これは初期官なんで、紙みたいなものを持ってますね。だからこの紙を使って、どのように攻撃をしてくるのかっていうところですよ。いやー、めちゃくちゃ楽しみだなー。いや、これね、本当に早く情報が出てほしいです。だって見てください、これもうボタンのところ第1ボタンまでしか締めれてませんからね、ここね。いや、体というかね、もう見た目が特徴的すぎて、ここにしかもう目がいかないんですね。いや、すごい。顔だけ見た時のこの顔が怖すぎる。いやー、マジでこれね、ザ・ハンターというか、第5進化のホラーゲームっていうことをね、改めて実感させられますね。いやー、すごい。すごいなー。だいたいこういう系のハンターってね、UR 衣装めちゃくちゃかっこいい、ね、めちゃくちゃ美しい系のやつが来ることが結構多いんで、僕もそんなのが来るんじゃないかなというふうに思っております。なんでね、あと能力を予想するとしたら、結構この武器がね、さっきも言ったんですけど、杖みたいになってて、なんか魔法みたいなものを使ってもおかしくないですよね。うん。だからそういう魔法系で、来るのか。まあ、あとは、このやっぱり紙。この紙がね、気になりますよね。地図なのかな、これは。うわ、本当にこれどうやって使うんだろう。だからサバイバーの位置を見つけ出すとか、いう感じなんかな。まあ、だから、心眼のハンター化みたいな感じですかね。で、まあ、一つだけこれ言えるのがあって、この写真ハンターね、めちゃくちゃ強いと思いますよ。もうぶっ壊れレベルの、久々にぶっ壊れレベルのやつが来るんじゃないかなと、個人的に予想してます。
まあ、っていうのも、まあ、これなんでそうやって思うかというと、まあ、メタ推理でしかないんですけど、まあ、今回結構ねビジュアル重視というよりかはなんかインパクトというか、こういうガチのホラー要素系で来たじゃないですか。でやっぱり、ね、ビジュアル重視でやった方が人気が出るんですね、そのキャラクターの。なんで、まあ結果的にそういう、ね、ガチャを回す人が多かったりするんですけれども、今回はこういった、結構ガチガチの、まあ、ハンターというか、ビジュアルではなくて、こういう系統で来ておりますんで、まあ、おそらく、能力の方はめちゃくちゃ強いと思っております。まあ、だってねこれで能力が弱かったら、じゃあビジュアルと能力どっちも弱いのっていう感じになってしまうじゃないですか。ってなるとあまり人気が出ないと思うんですよ。もうこれはね、メタ推理でしかないな、本当に。僕がこういう推理していいのかって疑問に思っちゃうんですけど、まあ、でもねいいでしょ現段階だったらね。そうだから、まあ、人気が出ないとやっぱりガチャも回す人も少なくなっちゃうし、まあ、あまり盛り上がりにも欠けると思うんで、まあ、そういうメタ推理系で攻めるんだったら能力は、バカクソ強いんじゃないかなというふうに思っております。だからね今回非常に楽しみですね。いや本当に楽しみ。もうニヤニヤしちゃう。もうこういうの大好きすぎてさ、この考える段階っていうのすごい好きですね。いやーで、この公式のツイッターのコメント欄ですごい面白いのがあって、存在感がたまったらめちゃくちゃ美人になるっていうのがありましたね。いやこれ結構面白いですよね。今結構太ってて、すごく大きい見た目をしてるんですけど、存在感が溜まってスキルが解放されたら超美人になるっていう。もうそれが来たらやばいの。もうそれはもうギャップ萌えですよ。それは燃えちゃうな。いやー、それは面白いよね。そういう発想すごい好きですね。そういう感じあり。まあ結構なんか、このキャラクターの雰囲気がリトルナイトメアとかにもすごい似てますよね。映画とかに出てきそうな感じがする。でもね、本当に今回は系統を変えてきましたね。なんかもう本当に、そういうさっきも言ったけど、ビジュアルというよりかは、なんかもう雰囲気とか、キャラデザインが不気味系にね、切り替わってきましたよね。いや、すごい。だから今後もね、なんか結構第五神格が本格的に、ホラーゲーム寄りになっていくという可能性も十分にね、考えられて、すごく面白いですね。でね、こちら、まあ、皆さんも気になっていると思うんですが、実装期間はいつなのかという話ですね。で、これですが、まあ、今この時点で発表されるということは、まあ、今後、まあ、能力が発表されて、一旦テストサーバーに実装されてから、まあ、実装になると思うんですね。そういうのももろもろ考えると、あと1ヶ月後の4月30日に、シーズンが新しく変わりますので、まあ、おそらくそのタイミングで、まあ、実装がされる、新しいシーズンが始まった直後に実装がされるのが一番、まあ、現実的なのかなというふうに思っています。まあ、でね、こちら、またテストサーバーに来たり、情報、能力の情報が出次第動画にしますんで、今のうちにチャンネル登録してチェックしていただけたら、非常に幸いです。はい、いやということでいかがだったでしょうか、新ハンター。いや本当にでもね、思ったより情報が早くてびっくりした。すごい油断してたんですよ今日。まさかね、こんなすぐは来ないでしょうって思ってたんですけど、早かった。で、今日朝とかもね、昨日も情報系の動画上げたんですけど、もう最近情報量がすごくて、それにプラスで新ハンターが来ちゃいましたね。もうダメだ、もう情報量が多すぎるって。いや、前もこういうことあったんですよね。第五人格の結構前のその小説家と少女と悪魔が3キャラクター同時に出走された日、あの日もね、情報量がもう多すぎて大変だったんだけど、今回もまたそんな感じの現象が起きております。まあ、だから僕的には結構大変なんですけど、まあ、皆さん的にはね、すごくもう盛り上がってて楽しい時期だと思いますんで、動画投稿の方をね、頑張っていきたいと思います。いやー、本当にもうやりがいしかないですね。いや、楽しみだなぁ。いつぐらいに出るかなぁ。まあ、僕の予想だと、能力の発表は大体、この見た目が発表されてから1週間以内ぐらいには発表されるイメージがありますんで、まあ、そんなに待たないでもね、能力の方は出るんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、だからね、まあ、気長に待っていただけたらいいんじゃないかなといった形です。これもね、また、すごい、ハンター使いさんの方がね、使いこなすんでしょうね。ということで、本日はご視聴いただいてありがとうございました。新ハンター、
への紹介でございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。